こんにちは、製薬ビジネス研究会です。今週の製薬系ニュースは湘南アイパークこと湘南ヘルスイノベーションパークについてです。湘南アイパークは2月10日に北里大学によりがん予測診断技術の研究を進めるためのクラウドファンディングを開始し、資金調達が達成した暁にはパーク内の設備とコミュニティの提供を約束しております。このように日本初の革新的技術の支援を進めている湘南アイパークはどのような経緯で設立され、どのようなビジョンを示し、どのような取り組みを行っているのかを紹介していきます。まず湘南アイパークは先ほどのプレスリリースの通り、革新的なアイデアを社会実装することをビジョンとし、世界に開かれたライフサイエンスエコシステムの構築をミッションにしております。そんなビジョンとミッションを掲げた背景としては、世界的に創薬シーズはアカデミアやベンチャーが作り、大手製薬企業がそれを取り入れることが進んでいますが、日本は参入障壁の高さから創薬ベンチャーが増えにくい状況となっております。湘南アイパークは参入障壁となっている設備や人材、アイデア、資金面で支援を行うことでこの状況を打破することを目指しております。創薬ベンチャーを多く輩出しているアメリカのボストンではヘルスケアエコシステムが構築されており、豊富な研究設備や助成金、製薬会社やベンチャーキャピタルファンドの参画などヘルスケアビジネスが活性化しやすい環境が整っております。湘南アイパークはこのような環境を日本でも整えようと進めており、まさに日本版ボストンエコシステムだと言えます。2018年4月に武田薬品が湘南研究所を開放してから3年近くになりますが、2月1日現在ですでに110の団体が参加しております。こちらのように様々な業種が参加していることで、普段は接する機会が少ない人材や技術、アイデアと触れ合うことができ、イノベーションが生まれやすい環境が整っております。実際、最近の取り組み事例を見てみると、これまでの資金調達の方法としては、主流ではなかったクラウドファンディングを活用するために、そのサービスを提供しているレディフォーと提携したり、製薬企業同士で自社化合物の研究データを共有したりなどの新たな取り組みが生まれてきております。このようなイノベーションをさらに活性化させていくために、武田薬品は2020年4月1日に湘南アイパークを譲渡し、第三者になることで中立性を担保させております。日本では湘南アイパークだけではなく、神戸、殿町、鶴岡、そしてリンク J などのライフサイエンスクラスターが出てきておりますが、世界中の人々の健康を創造していく日本初の提供価値が今後生まれてくることを日本全体で実現していければと思います。以上、今週の製薬系ニュースでした。活動の幅を広げていくために、ぜひチャンネル登録と製薬系へのご参加をお願いいたします。